岡本木道作、半七鳥物町より、やりつき。一。明治二十五年の春ごろの新聞を見たことのある人たちは、記憶しているであろう。麹町の番町をはじめ、本郷、小石川、牛込などの山の手あたりで、夜中に通行の女の顔を切るのが流行った。 若い婦人が鼻をそがれたり、頬を切られたりするのである。幸いに二月三月でやんだが、その犯人はついにとらわれずに終わった。その当時のことである。私が半七老人を訪ねると、老人も新聞の記事でこの残忍な犯罪事件を知っていた。犯人はまだわかりませんかね 老人は顔をしかめながら言った。警察でも随分骨を折っているようですが、何にも手がかりがないようです。と私は答えた。一種の式状況だろうという説もありますが、何しろ気違いでしょうね。まあ、気違いでしょうね。昔から髪切り、顔切り、帯切り。 そんな類はいろいろありました。その中でも名高いのは、やりつきでしたよ。やりつきやりで人をつくんですかそうです。むやみにつき殺すんです。ご承知はありませんか知りません。もっともこれは、わたくしが自分で手がけた事件じゃありません。 人からまた聞きなんですから、いくらか間違いがあるかもしれませんが、まあ、大体はこういう筋なんです。と、老人は静かに語り出した。文化三、日のとら虎年の正月の末頃から、江戸では槍きという悪いことが流行りました。暗闇から槍を持った奴が不意に飛び出してきて、 往来の人間をむやみにつくんです。つかれたものこそ実に災難で、即死するものもずいぶんありました。その下手人はわからずじまいで、いつかさたやみになってしまいましたが、文政八年の夏から秋へかけて、再びそれが流行りだして、初代の清本演樹太夫も、堀江町の和国橋の際で、 籠の外から疲れて死にました。富本を抜けて一波を立てたくらいの人ですから、誰かの妬みだろうという噂もありましたが、実は何にも死災はないので、やはりそのやりつきにやられてしまったんです。山の手には武家屋敷が多いせいか、そんな噂はあまり聞こえませんで、主に下町を荒らして歩いたんですが、 何しろ物騒ですから暗い晩などに外を歩くのはびくびくものでいつ出し抜けにどてっぱらをえぐられるかわからないというわけです文化の頃の洛柱にも春の夜の闇は危なし槍埋めの脇こそ見えね人はつかるるとかまたは月よしと いえど月にはつかぬなり闇とはいえどやまぬやりざたなどというのがありました今度はもう洛酒どころじゃありませんうっかりすると落命に及ぶのですからこの前に懲りて皆縮みあがってしまいましたそういう始末ですから神でも無論に売っちゃってはおかれません 厳重にそのやりつきの宣言にかかりましたが、それが容易に知れないで、夏から秋まで続いたのだからたまりません。八丁堀同心の大渕吉十郎という人は、もし今年中にこのやりつきが飯取れなければ切腹するとか言って悔しがったそうです。旦那方がその覚悟ですから、おかっぴきもみんな血眼です。 他の御用を売っちゃっておいても、このやりつきをあげなければならないというので、千儀に千儀を尽くしていましたが、その中に、吹屋町の七兵衛、後に辻浦の七兵衛と言われたおかっぴきがいました。もうその頃五十八だとか言うんですが、体の達者な目の利いた男だったそうです。これからお話申すのは、 その七兵衛の探偵団で、真夏の間は一時中絶したらしいやりつきが、鈴風の立つ頃からまたそろそろと始まってきて、九月の末頃には三日に一人ぐらいずつの被害者を出すようになったので、下町の人たちはまた脅かされた。四ろなしに夜歩きする者も,も、 三人か五人が一組になって出ることにして、一人歩きは一切見合わせるようになった。しかしいつの場合でも被害者の所持品を取ったという噂はなく、単について逃げるばかりで、つまり一種の辻斬りの類である。生地に人のものに目をかけないだけに、その手がかりを見つけ出すのが困難で、所詮はその場で飯取るより他には、 下手人を見出す方法がなかった。文化の時と文政の時と、それが同じ下手人であるかどうかはわからなかった。それが一人であるか、五人六人が党を組んでいるのか、あるいはその噂を聞き伝えて面白半分に真似るものが幾人もできたのか、そんなことも一切わからなかった。 一体何のためにそんな残酷なことをするのか、それも確かな判断がつかなかった。やはり在来の辻斬りと同じように、持ちやりの穂のさえを試すのと、自分の腕の働きを試すのと、この二つであろうとは、誰でも思いつくことであるので、江戸中の操縦指南者やその門人たちが真っ先に目をつけられたが、 その方面では取りとめた手がかりもなかった。さりとて、それが普通の物取りでないことは分かっているので、どうもその理由を発見するのに苦しめられた。何かの侵害があって、千人の人間をつくのだという説もあった。または、犬年の人に限ってつくのだという説もあったが、かの炎叙太夫は取り年の生まれで、 犬年ではなかった。何にしても自由自在に槍を使う以上、それが町人や百姓とも思われないので、武家や浪人どもが注意の目を逃れることはできなかった。七兵衛もやはりそう見ている一人であった。十月六日の朝は曇っていた。もう女房のない七兵衛は雇いバーのお金に行った。や。 どうだい天気がおかしくなったな。なんだかしぐれそうでございます。と、お金は縁側をふきながら、薄暗い初冬の空を見上げた。今晩からお重やでございますね。そうだ、お重やだ。じってとお縄を預かっている商売でも、年を取るとご正義が出る。お修士じゃあねえが、今夜は浅草へでも、 ごいございます。法要やご説法があるそうでございますからばあやと話が合うようになっちゃおれももうおしまいだな元気 <laughs> よく笑っているところへ古文の一人が七兵衛の居間へ顔を出した親分ハゲイワが参りましたすぐに通してやりますか うん、何か用があるのかしら。まあ、うせ。小瓶にハゲのある岩像という手先が鼻の先を赤くして入ってきた。おはようございます。なんだか急に冬らしくなりましたね。もうおじゅうやだ。冬らしくなるはずだ。寝坊の男が朝っぱらからどうしたんだ早速ですが。 例のやりつき。あれで妙なことを聞き込んだので、ともかくもお前さんの耳に入れておこうと思ってね。と、岩うは長火鉢の前に窮屈そうにかしこまった。昨夜の五つ少し過ぎに、蔵前でまたやられた。うん。と、七兵衛も顔をしかめた。しょうがねえな。やられたのは男か女か。 それがおかしい。もし、親分。浅草の幹事と富松というかご屋が、か籠かを担いで柳原の土手を通ると、貸しの柳の陰か,から、十七八の小綺麗な娘が出てきて、雷門まで乗せて行けという。こっちも戻りだからすぐに寝ができて、その娘を乗せて蔵前の方へ急いで行くと、おんまやがしの渡し場の方から、まあ、そうだろうと思うんだが、 バタバタと早足に駆け出してきたやつがあって、暗闇から出し抜けに籠のたれへ突っ込んだ。カゴ屋二人はびっくりして籠を投げ出して、わーっと逃げ出した。が、そのままにもしておかれねえので、半丁ほども逃げてからまた立ち止まって、元のところへ小わごわ帰ってみると、籠はそのまま往来の真ん中に置いてあるので、試しにそっと声をかけると、 中じゃ何にも返事をしねえ。いよいよやられたにそういねえと、かごやは気味悪そうにタレをあげてみると、中には人間の姿が見えねえ。ねえ、おかしいじゃありませんか。それからちょうちんの日でよく見ると、大きい黒猫が一匹、どうっぱらを突き抜かれて死んでいるので、黒猫が、 やりに疲れていたのかそうですよ。と、岩蔵も顔をしかめながらうなずいた。何のわけだかちっともわからねえ。娘はどこへか消えてしまって、大きい黒猫が身代わりに死んでいるんです。どう考えても変じゃありませんか。少し変だな。どうして猫と娘とが入れ替わったろう。 そこが煎ぎ物ですよ。籠屋の湯には、どうもその娘は真人間じゃねえ。ひょっとすると、猫が化けたんじゃねえかと。なるほど、このごろは物騒だというのに、よたかじゃあるめえし、若い娘が五つ過ぎに柳原の土手をうろうろしているというのがおかしい。化け猫が娘の姿をして、籠屋を一杯食わそうとしたところを、 不意にやりつきを食ったもんだから、てめえが正体を表してしまったのかもしれませんね。そうよなあ、と七兵衛は苦笑いした。まあ、そうでも言わなければ理屈が合わねえが、何しろ変な話だな。で、その娘はいい女だと言ったな。面をむき出しにしていたのか。いええ、頭巾をかぶっていたそうです。 そうか。そして、その娘は籠に乗り慣れているらしかったかさあ、そこまでは聞きませんでした。何しろ真人間じゃねえらしいから。そこはなんとかうまくごまかしていたでしょうよ。もう一ん聞くが、その娘は十七八だと言ったな。そうです。そういう話です。いや、ご苦労。 俺もまあ考えてみようよ。岩蔵は親分の前を下がって他の子分どもの集まっている部屋へ行った。そうして大きな声で水茶アの娘の噂か何かをしているのを聞きながら七兵衛は長火鉢の前でじっと考えていたがやがて吸いかけているキセルをポンと叩いて独り言のように言った。悪いいたずらをしやがる。 日が暮れてから七兵衛は吹屋町の家を出て浅草の念仏堂の重屋港に行った。その途中で念のために柳原の土手を一回りしてみると、やりつきの噂に怯えているせいか、長い土手には酔いから往来の足音も耐えて、ちょの日一つも見えなかった。昼から曇っていた大空は高い胃腸の小杖に真っ黒に押しかかって、 稲荷の祠の火が眠ったように薄黄色く光っているのも寂しかった。片手に数図をかけている七兵衛は小田原提鎮を双子の羽織の下に隠して神田川に沿って土手の縁をたどっていくと枯れ柳の痩せた影から一人の女が幽霊のようにふらりと出てきた。七兵衛は暗い中でじっと透かしてみると。 女の方でもこっちをうかがっているらしくやがてすり抜けて両国の方へ行こうとするのを七兵衛は後ろから呼び戻した「もしもし姉さん」女は黙って立ち止まったがまたそのままに行き過ぎようとするのを七兵衛は足早にその後を追っていった「おい姉さんこのごろは物騒だ」 私がそこまで送ってあげようじゃねえか。こう言いながら、彼は隠していた提灯をその目先へ突きつけようとすると、提灯はたちまち叩き落とされた。こっちは内な々いない覚悟していたのですぐその手首を捉えようとすると、両手はしびれるほどに強く打たれて、数珠の尾は切れて飛んでしまった。さすがの七兵衛もハッと立ちひるむ暇に、 女の姿は早くも闇の奥に隠れて彼の目の届くところにはもう迷っていなかった。二。あれが化け猫か追ってもとても追いつきそうもないのとまた執念深く追い回す必要もないのとで七兵衛はまず足元にたたき落とされたちょうちんを拾おうとして身をかがめながら 暗いいを探っている時どこから現れたのか一つの黒い影がつかつかと走ってきて声もかけないで彼のかがんでいる左の脇腹を突こうとしたその足音に早くも気のついた七兵衛は小膝をついて危うく身をかわしたので槍の穂先はガチリと土を塗ったその柄をつかんで起き直ろうとすると相手はすぐに穂を抜いて いなののような速さで二の槍をついてきた。これも危うく飛び越えて七兵衛はようようまっすぐに起き上がると槍は続いて彼の腹か股の辺りへ突き下ろしてきたがどれも幸いに空を流れて彼の身には立たなかった「御用だ!」もうたまらなくなって声をかけると相手はすぐに槍を引いて暗い中を一惨に逃げてしまった。 猫の目を持たない七兵衛は、彼の姿を何にも認めなかったのを残念に思ったが、自分に怪我のなかったのをせめてもの幸いにして、落ちたちょうちんを洋に探し当てた。商売柄で夜は身を離さない火打ち袋から火打ち石を出して、折れたろうそくに火をつけてそこらを照らしてみたが、何かの手がかりになりそうなものは見つからなかった。 さっきの怪しい女と、今の槍の主と、それとこれとを結びつけて考えながら、七兵衛はそれから浅草へ行った。物騒な噂がご唱願いの人々をも脅かしたと見えて、十夜参りも毎年ほどは賑わっていなかった。切れた数図をたもとにした七兵衛も、今夜は落ち着かない心持ちでご説法を聞いて帰った。 帰り道には何事もなかった。臆病な駕籠屋の口から漏れたのであろう。このごろは市内に化け猫が現れるという噂が立った。やりつきの噂が静まらないうちに、さらに化け猫の噂が加わったのであるから、女子どもなどはいよいよ怯えた。それが八丁堀同心の耳にも入って、さらに町奉行所へも聞こえて、 機械の風雪を取り締まるようにという注意もあったが、その風雪は尾ひれを添えて、それからそれへとますます広がった。もう売っちゃってもおかれないので、七兵衛は自分で浅草へ出張って、馬道の裏長屋に住んでいるか籠屋の幹事を訪ねた。か籠屋の幹事さんというのは、このご近所ですかえと、七兵衛は、 路地の入り口の荒物屋で聞いた。幹事さんはこの裏の三軒目ですよ、と、店で姫のりを似ているばあさんが教えた。幹事さんは毎日商売に出ていますかえなんだか知りませんけれども、この10日ばかりはちっとも商売に出ないで、おかみさんと毎日けんかばかりしているようです。じゃあ、 今朝もうちにいますね。いるでしょうよ。さっきから大きな声をしていましたから。と、ばあさんはにがにがしそうに言った。いや、ありがとう。危ないどぶ板を渡りながら、路地の奥へ入って行くと、かんばしった女の声が聞こえた。へん育児もないくせに、威張ったことおいでないよ。やりつきぐらいが怖くって、 るののかぎができると思うのかいお前がぼんやりで向こうがやりつきならあいこじゃないか。やりつきが出てきたらちょうどいいから富さんと二人でそいつをとっつかまえてご褒美でもおもらいな。かかあを相手に影弁慶を決めているばかりが能じゃないよ。しっかり押しな。この間の晩やりつきに出会って以来辻駕籠屋の幹事はおじけづいて商売を休んでいるらしかった。 女房の悪態の途切れるのを待って、七兵衛はそっと声をかけた。ごめんなさい。誰ですえと女房は八つあたりのとがった声で答えた。幹事さんはお家ですかえ空かごを寄せてある土間に立つと、長火鉢の前にあぐらをかいていた幹事が首を伸ばした。彼は三十四五の 背の低い小太りに太った男でこんな商売に似合わない人のよさそうな顔をしていた「幹事はいますよこっちへおはんなせ」「朝っぱらからお邪魔をします」と七兵衛は上がりかまちに腰をかけた「幹事さんというのはお前だね話は早えがいい俺は九鬼町の七兵衛といって実手を預かっているものだが」 少しお前に聞きていことがある。へえ。と、幹事は女房と顔を見合わせた。何しろ、親分。汚えところですが、まあ、こっちへおあがんなすってくだせまし。親分、まどうぞこちらへ。女房は急に膨れっ面を和らげて、しきりに家しょうちへ生じ入れようとするのを、七兵衛は手を振って断った。 まあいい。何も構いなさんな。お客に来たんじゃねえ。そこで早速だが、お前はこの間蔵前の通りでやりつきに出っくはしたというじゃねえか。いや、そりゃまあ災難で仕方ねえが、その時にお前は変なお客を乗っけたそうだね。本当かいえ,ええ。と、幹事は不安らしく頷いた。 それがちっと面倒になっているんだ。気の毒だが、俺はお前を引っ張っていかなけりゃならねえ。七兵衛はまずこう脅した。化け猫の風雪は、お前と相棒の富松の口から出たにそういない。機械の風雪をきっと取り締まれという町奉行所のお触れが出ている。そうして、その風雪の張本人が、 辻かごの幹事と富松の二人と分かっている以上、自分はこれから二人を引っ立てていって、吟味をしなければならないから、そう思ってくれと言った。だりに機械の風雪を流布したということになると、どんなお咎めを受けるかわからないので、寛二も女房も真っ青になった。でも親分、そりゃ全くのことなんですから。 感じは震えながら言った。そりゃあ俺も知っている。お前に迷惑をかけるのは気の毒だと思っている。ついてはそんな面倒は言わねえことにして、その代わりに一つ御用を務めてくれ。今夜の暮れむつが鳴ったら、とみまつと一緒に籠を担いで俺の家まで来てくれれば、その時に万事の打ち合わせをする。いいか、頼んだぜ。 嫌おうなしに承知させて、七兵衛は寛事に分かれて帰った。帰るとちょうど、かの岩像が来ていたので、七兵衛はこれを長火鉢の前に呼んで、馬道の寛事を訪ねてきたことを話した。しのごの言うと面倒だから、少し脅かしてきたから。相棒と一緒にきっと今夜来るに添いねえ。二人にからかごを担がせて、俺がついて行ってみようと思う。 化け猫釣りがうまくいきゃあおなぐさみだが、そんな仕事なら、ほかのかごやをかりだしたほうがようがすぜ。と、岩蔵は言った。あいつらはそろって臆病なやつらですから、なんの役にも立ちますめ。でも、このあいだの晩の娘を乗っけたのはあいつらだから、ほかの者じゃあ見知り人にならねえ。まあいいや。 なんとかなるだろう。と、七兵衛は笑っていた。それにしても、民の野郎はどうしたろう。あいつに少し頼んでおいたことがあるんだが。民の野郎はさっき来ましたよ。親分は留守だと言ったら、それじゃあ、神井どこへ行ってこようと出て行きましたから、また引っ返してくるでしょうよ。噂をしているところへ、民次郎という、 五の子分が反りたての額を光らせて帰ってきた「親分おはようございます」「早速だがわしの方はどうも大役ですぜ虎のやつと手分けをして毎晩方々を見回って歩いているが何しろ江戸は広いんでねとてもらちが空きそうもありませんよ」「気の長え仕事だがまあ我慢してやってくれ」 そのうちにゃうまくぶつかるかもしれねえから。と、七兵衛はやはり笑っていた。どうでみんなが手こずっている仕事なんだから、そう手っ取り早くはいかねえ。まあ、気長にやるよりほかはねえ。民次郎は、虎七という子分と手分けをして、江戸中で竹やぶのあるところを毎晩見回っているのであった。今とは違って、 その頃の江戸には竹やぶのあるような場所はたくさんあった。それをこんよく見回って歩くのは並大抵のことではないので、年の若い彼が愚痴をこぼすのも無理はなかった。3日が暮れると、幹事は相棒の富松を連れて約束通りに訪ねてきた。彼らにか籠かを担がせて、 七兵衛は見え隠れにその後について、人通りの少なそうなところを回って歩いたが、化け猫らしい娘には出会わなかった。四つ、午後十時過ぎになっても何の変わりもないので、七兵衛はいくらかの逆手を二人にやって別れた。今夜はいけねえ。明日の晩もまた来てくれ。あくる日も。 二人の籠屋は正直に夕方から訪ねてきたので、七兵衛は彼らを先に立たせて、ゆうべのように寂しい場所を選んで歩いたが、今夜もそれらしいものの姿を見つけなかった。またあぶれか。仕方がねえ。明日も頼むぜ。今夜も逆手をやって、籠屋に別れて、 七兵衛は寒い風に吹かれながら浜蝶菓子をぶらぶら帰ってくると、籠屋の一人が息を切って後ろから追ってきた。薄い月の光に見返ると、それは漢字であった。親分、大変です。女がまたやられています。どこだすぐそこです。一丁ばかりも菓子についてかけていくと、果たして一人の女が倒れていた。 二十三死の小粋な身なりで、左の胸のあたりを疲れているらしかった。七兵衛が死骸を抱え起こして、胸をくつろげて、まずその傷口を改めると、体はまだぬくもりがあった。たった今やられたにしては、何かの叫び声でも聞こえそうなものだと思いながら、念のために女の口を割ってみると、口の中から生々しい小指が現れた。 声を立てさせまいとして、片手で女の口を押さえたので、女は苦し紛れにその小指を噛み切ったのであろう。七兵衛はその指を花紙に包んでた元に入れた。気の毒だが、死骸をその籠に乗せてくれ。死骸を運ばせて、型の通りに剣士を受けると、女は両国の並びじゃえの女で、 お秋というものと分かった。胸の傷はやはり槍で疲れたのであった。また槍つきか、と剣士の役人は言った。世間の者も,もそう認めて、お秋の死骸はそのまま引き渡された。しかし七兵衛にはそうらしく思われなかった。これまでの手口から考えても、また自分の経験から考えても、 やりつきのくせものはえのくはいやりででからつくのである。女を抱きすくめてその女の口を押さえて胸を突くようなやり口は一度もない。これはやりつきのはやるのを幸いにやりの穂で女を突き殺してこれもやりつきの仕業であるらしく世間の目をくらます手段に相違ないと鑑定した。女の口にくわえていた小指に、 愛の色が染みているのを証拠に、七兵衛は子分どもに言いつけて、荒野の職人を探させた。向こう両国の荒野にいる長三郎という今年十九の職人がすぐに召し取られた。長三郎は、並び茶屋のお秋に暑くなって、この夏ごろから毎晩のように入り込んでいたが、自分よりも年下で、 しかも昨日今日の年季上がりの職人をお秋はまるで相手にもしなかったので彼はひどく失望した。ことにお秋には浜町あたりのある男がついているのを知って、年の若い彼は嫉妬に身を燃やした。そうして結局お秋を殺そうと決心したが、それでも自分の命は惜しいと見えて。 彼は人知れず女を殺してしまう方法を考えた。七兵衛の想像通り、彼は矢の方を買ってきて、それを懐にしてお秋の出入りを付け狙っているうちに、その世は彼女が浜町の男のところへ会いに行ったのを知ったので、帰る途中を待ち受けていて、後ろから不意に抱きすくめてその胸をついた。こうしてしまえば、自分の罪を かのやりつきに塗りつけることができると思ったのであるが、女に噛み切られた小指が証拠になって、左小指を巻いている彼は一言のいいときもできずに縄を受けた。とんだお形物だ、と七兵衛は思った。しかしそのお形物の口から七兵衛は一つの手がかりを見つけ出した。それは、 長三郎の近所の桃寺屋へ、時々に猿や狼を売りに来る甲州あたりの漁師が、この頃も江戸へ出てきて、花町あたりのキッチン宿に泊まっている。彼は小白地の好きな男で、水茶屋参りの元手を稼ごうとした長三郎が、帰って彼に幾度か巻き上げられたということであった。その漁師は何という男で、 てててめえはどうして知っているんだ名前はくさんと言っています。確か朔兵衛というんでしょう。と長三郎は言った。私が朔さんと懇意になったのはこの月の初めに親方の使いでもう文字を少しばかり内緒で買いに行った時にくさんは店に腰をかけていてお互いに二言三言挨拶したのが初めです。 それから二三日経って、私が宵いの口に横みの貸しを通ると、片側の竹やぶの中へ作さ,さんが入っていこうとするところで、今そこで狐を一匹見つけたから追っかけていこうとするんだと言い,いました。狐は捕まえたのかと七兵衛は聞いた。私と話しているうちに、もう遠くへ逃げてしまったからダメだと言ってやめました。 その漁師には、バクでいくらばかり取られた。私らの小バクですから、たかが四百か五百で、一巻とまとまったことはありません。それでも他のものからいくらかずつ取っていますから、当人の懐には相当に入っているかもしれません。不思議に上手なんですから。毎晩バクを打つのか 私らは毎晩じゃありません。でも、サクさんは大抵毎晩どこかへ出て行くようです。山の手にも小さい賭ばがたくさんあるそうですから、大方そこへ行くんでしょう。よし、わかった。てめえもいろいろのことを教えてくれた。そのご褒美に、お慈悲を願ってやるぞ。ありがとうございます。長三郎はすぐ天馬町へ送られた。 七兵衛は今度の事件に関係のある岩蔵、民次郎、虎七の三人を呼んで、本所の基地ん宿に泊まっている甲州の漁師を飯取れと言いつけた。だが親分、漁師がなんだってそんな真似をするんでしょう。と岩蔵は腑に落ちないように眉を寄せた。そりゃあ俺にもわからねえ。と七兵衛も首を振ってみせた。 だが、やりつきはその漁師に添いねえと思う。俺がこないだの晩、柳原の土手で疲れそくなったときに、そいつのやりの絵をちょいとつかんだが、その手触りが本当の歌詞じゃあねえ。確かに竹のように思った。してみると、やりつきは本身のやりでなしに竹やりを持ち出してくるんだ。十段目の三つひでじゃあるめえし。 侍が竹槍を持ち出すはずがね。こりゃあきっと町人か百姓。多分百姓の仕業だろうと睨んだが、同じ竹槍を毎晩担いで歩いている気づけはね。大地、昼間その槍の始末に困るから。槍はその時ぎりでどこへか捨ててしまって、月に出る時には新しい竹を切り出してくるんだろうと思ったから。 民や虎に言いつけて、そこらの竹やぶを見張らせていると、案の通り、そいつが横網かしの竹やぶへ潜り込もうとするところを、荒野の長三郎が見つけたというじゃねえか。狐を捕まえるなんていうのは、嘘の皮だ。もう一つには、柳原で俺についてきた腕前が、なかなか百姓の獅子付きやりらしくねえ。 穂先が空を流れずに、まともに下へ下へと突き下ろしてきた具合が、百姓にしてはちっとできすぎると、俺も実は不思議に思っていたが、漁師とはちょいと気がつかなかった。あの野郎、熊や狼を突く両剣で、人間をズブズブやりあがるんだから恐ろしい。さあ、こう種が上がったら考えることはね、すぐに行って引き上げてしまえ。 わかりました。ヨガス3人は勢い込んでバラバラと立った「4心なしを使うな」とことわざにも言う10月の中の10日の短い日は慌ただしく暮れて七兵衛がお金ばあやの給仕で夕飯を食ってしまった頃には表はすっかり暗くなった。 本所へ出て行った三人は、まだ帰ってこなかった。相手が留守なので張り込んでいるのだろうと思っていたが、あまり遅いので七兵衛も少し不安になった。どんな様子か見届けに行ってこようかと、身支度をして角を出るところへ、いつもの漢字が空手できた。親分、申し訳がありません。富の野郎が持病の先期で。 今日はどうしても動けねえと言うんですが。それでお前一人で出てきたのか正直な男だな。実はこれから本所まで御用で行くんだから。今夜はお前に用はなさそうだが。まあそこまで一緒に付き合ってくれ。途中でまたどんな掘り出し物がねえとも言えねえ。はい、お供します。女房の尻に敷かれているらしい男だけに。 育児はないが正直で素直な彼を、七兵衛は可愛く思った。二人は話しながら両国の方へ歩いて行くと、長い橋の真ん中まで来かかった時に、頭の上を狩りが鳴いて通った。だんだんに寒くなりますね。うん、これから筑波おろしで、この橋は渡りきれねえ。と、七兵衛は薄明るい水の上を眺めながら行った。 もうじきに白魚のかが,りが下手の方に見える時節だ。今年もちっとになったなあ。こう言っている彼のたもとを幹事はそっと引いた。七兵衛が彼の指さす方角に目を向けると、一人の女がうつむきがちに歩いていた。蔵前の化け猫じゃねえかと七兵衛は小声で聞いた。 そうですよ。どうもそうらしいと思いますよ。と、幹事も囁いた。私は商売ですから、一度乗せた客は滅多に忘れません。こないだの晩、猫になったのは、あの女ですよ。俺もそうらしいと思っている。少し待ってくれ。俺が行って声をかけるから。七兵衛は、 返して女の後をつけた。広小路寄りの橋番小屋の前まで行った時に彼は先回りをして女の前に立って小屋のほかげで頭巾を覗いた若先生千夜は失礼をいたしました女はちょっと立ち止まったがそのまま無言で行き過ぎようとするのを七兵衛は追いすがってまた呼んだ うちだの若先生。あなたもやりつきのご戦技でございますかえとんだご冗談をなさるので、世間じゃみんな化け猫に怯えていますよ。ほほほほほほ。女は笑いながら頭巾を脱いで、まだ前髪のある白い顔を見せた。大柄ではあるが、ようよう十五六であろう。 彼は目の涼しい口元の引き締まった、見るから優しげな、しかもりりしい美少年であった。お前は誰だどうして私を知っている今牛若という若先生が両国場所を歩いていらっしゃるのは五条の橋の間違いじゃございませんかえと七兵衛は笑った。 下屋の内田先生のご子息に、年の助様という方があるのは、めくらでも知っていましょう。この間の晩、柳原でちょっとお目にかかりましたときに、お手並みはすっかり拝見いたしました。ちょうちんの日でちらりとお見受け申したところ、身の構え、小手先の働き、どうもただの方ではないと存じました。 ご修行方々やりつきをご詮索になるのは結構ですが器用に籠抜けをして身代わりに猫を置いていらしたりするもんですから世間の騒ぎはいよいよ大きくなって困りますもうこの後はどうか悪いご冗談はお見合わせください臆病なやつらは震えていけませんから何もかもよく知っている 少年は笑い出した。そうして、お前は誰だというに御用聞きの七兵衛でございます。はは <laughs> それでは知っているはずだ。親父のところへも二三度訪ねてきたことがあるな。へえ、このやりつきの一件で、お父様にも少々お尋ね申しに出たことがございました。女装の少年は、 七兵衛に見表されたとおり当時下屋に大きい町道場を開いている剣術指南内田伝十郎の子息であった。この夏以来かのやりつきの噂が騒がしいので決起にはやる若い弟子たちのうちには世間のため修行のためにそのやりつきのくせ者をひっ捕らえようとして毎晩そこらを忍び歩いているものもあった。 歳の助はそれが羨ましくなったので、今牛若の名をとっている彼は、父の許しを受けて、これも先月の末頃から忍んで出た。これまで他の弟子たちが一度も塔の仇に出会わないのは、むやみに肩幅を怒らせて大道の真ん中を押し歩いているからである。自分はまだ前髪立ちの少年であるのを幸いに、女に化けて、 敵を釣り寄せてやろうと考えて、歳の助は姉の衣服を借りて頭巾に顔を包んだ。そうして夜に紛れて忍んで出ると、果たして高徳寺前で不意に突きかけられた。無論に身をかわして引っ外したが、相手は逃げ足が速いので、それを取り押さえることができなかった。年の若い彼はそれを悔しがって、 その石返しに一度相手をなぶってやろうと思った。彼は家を出るときに黒い野良猫をしめ殺して、その死骸を懐に忍ばせていると、それがうまく図に当たって、槍の穂先が籠を貫く途端に身の軽い彼は早くも外へ抜け出して、身代わりの猫を残していったのである。とんだいたずらをして、愛すまなかった。勘認してくれ。 歳の助は何もかも打ち明けて笑った。その後も毎晩お忍びでございましたかと七兵衛は聞いた。うちへ帰って自慢そうにその話をすると父からひどく叱られてなぜそんないたずらをするいたずらばかり心がけているから肝心の相手を取り逃がすようにもなる。本気になって相手を探せと厳しく言われたので。 その後も怠らずに毎晩で歩いているが、月夜の続くせいか、このごろはちっとも出会わないで困っている。それはご苦労様でございます。しかしもうご心配には及びません。その相手というやつは大抵知れました。うん、知れたか。この途端に足音を盗んで近寄るものがあるらしいので、 油断のない二人はすぐに振り返ると、一人の大男が短い刃物をひらめかしていきなりについてきた。彼の目指したのは七兵衛であるらしかったが、七兵衛が慌てて身をかわすと同時に彼の利き腕はもう年の助につかまれていた。彼はもんどり打って大地へ叩きつけられた。灰を着ようとするその腕を、今度は七兵衛がしっかり かり押さえつけてしまった。「飛んで火にいる」とかいうのはこのことで実にバカなやつですよ。と半七老人は言った「いくらこっちが油断しているだろうと思ったにしても剣術使いと御用聞き人が向かい合っているところへ自分から切り込んでくるやつもないもんです」。 二人の話を立ち聞きしていて、こりゃあ自分の身の上が危ないと思ったからでしょうがあんまり向こう水のやつですよ。そいつはやっぱり漁師の作兵衛というやつでやりつきは全くこいつの仕業だったんです。年は三十七八で若い時に甲州の山奥で熊と戦って食い切られたというので左の耳がなかったそうです。 ほうにも大きい傷の跡があって、口の周りにも歪んだひっつりがあって、人相のよくないひげだらけの部男だったということです。その漁師がなぜそんなことをしたんでしょう気違いですかと私は聞いた。まあ、一種の気違いとでも言うんでしょうかね。しかし、吟味になってからも、 口の聞き方などはハキハキしていて、普通の人と変わらなかったそうです。当人の白状によると、前の文化三年にやりつきをやったのは、その兄貴の作右衛門という男で、これは運よく知れずにしまったんですが、もうその時には死んでいたとはいよいよ運のいいやつです。作右衛門の兄弟は、親代々の漁師で、 公州の丹波山とかいうところからもっと奥の方に住んでいて、公州の町すらも見たことのない人間だったそうですが、何か商売の毛も物を売ることについて、兄貴の作右衛門が初めて江戸へ出てきたのは文化二年の暮れで、明くる年の春まで登竜しているうちに、ふと妙な気になったのだと言います。それは、 生まれてから初めて江戸という半華な広い土地を見て、どの人もみんな綺麗に着飾っているのを見て、初めはただびっくりしてぼんやりしていたんですが、そのうちにだんだん妬たましくなってきて、羨ましいだけならばいいんですが、それがいよいよ高じてきて、なんだかむやみに妬たましいような腹が立つようなイライラした心持ちになってきて、 ただ何となしに江戸の人間が憎らしくなって、誰でも構わないから殺してやりたいような気になったんだそうです。で、根が漁師ですから、鉄砲を打つことも知っている、槍を使うことも知っているので、そこらの藪から槍を切り出してきて、暗闇でむやみに往来の人間をついて歩いたんです。まったくイノシシやサルをつく良県で、 相手構わずにつきまくったんだからたまりません。考えてもぞっとします。そうして、いい加減に江戸中を荒らし歩いたのと、さすがに故郷が恋しくなったのとで、その年の秋頃に国へ逃げて帰って、何食わぬ顔をして暮らしていたんです。もちろんそんなことは人にうっかりしゃべられないんですが、それでもお酒に酔った時などには、 いろりのそばで弟に話したことがあるので作兵衛はそれをよく知っていたんですそれから二十年たつうちに兄の作右衛門はある年の冬雪に滑って深い谷底へ転げ落ちてその死骸も見えなくなってしまったといいますあとは弟の作兵衛一人で女房も持たずに暮らしていると これも何かの商売用で初めて江戸へ出てくることになったんです。それが文政八年の五月ごろで、若い時から兄貴の恐ろしい話を聞かされているので、自分はもちろんおとなしく帰るつもりであったところが、さていよいよ江戸へ出てみると、土地が賑やかなのと、目に見るものがみんなきれいなのとで、なんだか酔ったような心持ちになって、 これもむらむらと気が変になって、とうとう兄貴の二代目になってしまったんです。で、五月と六月の二月は、やはり竹やりを担ぎ歩いていたんですが、さすがに悪いことだと気がついて、早々に故郷へ逃げて帰りました。それでおとなしくしていれば兄貴同様に無事だったんでしょうが、 山へ入ってイノシシやさるをつくたびになんだか江戸のことが思い出されてとうとう耐えきれなくなってその年の9月にまたぶらりと出てきました。江戸の人間こそとんだ災難です。それでもいよいよ運が尽きて七兵衛に飯取られてしまったんです。 今までは誰も侍や老人ばかりに目をつけていたんですが、初めて竹やりということを見つけ出したのが、七兵衛の手柄でしょう。その間に黒猫というお形物がついたので、ことが少し面倒になりましたが、昔の剣術使いなどのやりそうないたずらです。<laughs> はっはっはっは。作兵衛は無論、 引き回しの上で貼り付けになりました。その兄弟は漁師でしょうと私はまた聞いた。江戸にいる間はいつもどうして食っていたんですそれがまた不思議ですよ。と老人は説明した。兄貴も弟もバクチがうまいんです。 公州の山奥から出てきた猿のようなやつだと思って、馬鹿にしてかかると、皆あべこべに巻き上げられてしまうんです。もちろん小白地ですから、いくらのものでもありますまいけれども、どっちもひどくつましい人間で、きちん宿にごろごろして、三度の飯さえ滞りなく食っていればいいという風うでしたから、江戸に暮らしていてもいくらもかかりやしません。 そうして、暗い晩になると竹やりを担いで歩く。実に乱暴な奴らで、兄弟揃ってそんな人間ができたというのは、殺生の報いだろうなんて、その頃の人たちはもっぱら評判していたそうですが、どんなものですかね。何かそういう気がいじみたち筋を引いているのか。 それとも普段から熊や狼を相手にしているので、自然にそんな殺伐な人間になったのか。寂しい山奥から急に華やかな江戸の真ん中へ放り出されたもので、なんだか気がおかしくなったのか。今の世の中でしたら、いろいろの学者たちがよく説明してくれたんでしょうけれど、その時代のことですから。 大抵の人は、殺生の報いだとか、因果だとか、すぐに決めてしまったようです。